ここからは空をリポート、空リポ。気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日は昨日の大雨から一転して、はい、こう青空も見えた時間帯もありましたね。はい、そうですね。蒸し暑くなりましたね。そうですね。はい、今日の最高気温を見てみますと、今日三条市や魚沼市、小出などで猛暑日に迫る暑さとなりました。はい、その他も県内すべての観測地点で今日は30度を超えて真夏日となりました。一方で明日は広く傘の出番となりそうです。明日午前9時の予想天気図見ていきましょう。明日本州付近は高気圧と高気圧の間の気圧の谷となるでしょう。このため県内には湿った空気が流れ込みやすく、曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。はい、では明日の天気の移り変わりを見ていきましょう。こちらが明日の朝6時の予想です。朝はですね、中越の山沿いで特に雨が降りやすいでしょう。動かして見ていきますと、午前中の雨は山沿いが中心なんですが、午後はですね、このように雨の範囲が広がってきそうなんですね。そうですね。はい、山沿いを中心に雷雨のところもありそうですから、急な強い雨や落雷に注意をしてください。はい、昨日も急に雷雨がこう強まったりしましたから、ちょっと心配ですね。そうですよね。はい、この不安定な天気はまだ続きそうですかね。そうなんです。特にですね、あさってからは県内大雨になる可能性があります。日曜日と月曜日の予想天気図がこちらなんですけれども、はい、2日間ともですね、西日本でこのように高気圧が張り出しているのがわかると思います。はい、で一方で県内付近は気圧の谷となりますので、暖かく湿った空気が流れ込みやすくなりそうなんですね。このため大気の状態が不安定となって雨雲が発達するところもありそうです。新潟地方気象台は少なくとも28日日曜日、そして29日月曜日は全県的に警報級の大雨の可能性があるとしています。はい、具体的な雨の量は明日以降に発表されますので、最新の気象情報を確認するようにしてください。